皆さんこんにちは、みのりんです。はい、ちょっとねサムネとタイトル見て驚いてる方いらっしゃるかと思いますが、今日はいつもとちょっと違う動画になります。というのも、私の昔の発表会、ピアノの発表会の動画になります。この前実家に帰ったんですけど、もういろんな動画とか写真とかがありまして、それらを整理してたら、もう一番古くて2歳ぐらいの頃の動画、いってらっしゃい。こんな動画からいろいろと踊ってたりね、いろいろとやっていた動画とかたくさんあったので、その中の一部の動画となります。ピアノ弾いていたんですけど、まあ、正直に言います。動画が始まる前に言います。普通です。中の中、下手でもないし、上手くもないし、面白くもないし、なんか中の中その時はその時なりに頑張ってはいたと思うんですけど、基本的に音楽センスがないので、うんって感じですね。なので本当にお手柔らかに見てください。もう当時の私はそれなりに頑張ってたんです。いつぐらいの映像かな、多分ね中高生ぐらいの映像なんですけど、モザイク顔にかけちゃいます。なんでかというと、めちゃくちゃもっさりしてたんです。人生で一番もっさりしていた。まだおしゃれとかにも興味なくって、服装とかも何も髪の毛とかも気にしていない時だったので、見せられない、超もっさりしてるの。なので顔だけは隠しちゃうんですけど、まあみのりんこんな時もあったんだなぁという、とてもとても温かい目で、まあ、楽しんでいただけたらと思います。それでは動画をどうぞ。Thank you.
というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、頑張ってはいたとは思いますが、何回か間違えちゃったりね。まあって感じですね。まだまだ秘蔵映像がたくさんあるので、特にね、アメリカの学校に行っていた小学校の時の画像とか動画がたくさんあるので、もしかしたら今後何かで使うかもしれませんが、もう黒歴史すぎて評判悪ければ削除しちゃう可能性もあるのでご了承ください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。